はい、こんにちは、116インズです。野球界はプレーオフというもので盛り上がっているらしいんですが、マリナーズはここ最近お呼ばれしていないので、すっかりオフシーズンモードとなっています。まあ、最近という言い方が正しいのかわからないんですけれども、ただ今季はあと少しでプレーオフ進出というところまで来ましたし、今シーズンの戦力の大部分が残る来シーズンにおいては、今年のオフの補強次第では十分プレーオフも狙える位置にマリナーズいけると思っているんですね。実際マリナーズのジェリー・リポト GM がシーズン終了後に行った会見の中では、若手選手たちが今季見せた成長に非常に満足しているようでしたし、またこんな発言もありまして、我々の目標は来年プレーオフの枠を争うこと、そしてそれは実現不可能な目標とは考えていないという発言もありましたので、リポト GM から見た現在のマリナーズというのは来年プレーオフ争いをするだけのチームになる可能性を秘めていると考えているようなんですね。そしてその目標を達成するためには、今季メジャーでプレーしなかったプロスペクトたちの成長、まあ、今シーズンはマイナーリーグが中止となってしまいましたので、チームが想定した通りにプロスペクトたちが成長したかというところが少々不透明な状況ではあるんですが、そういったプロスペクトたちがしっかり成長しているか、そしてもう一つが今オフどういった選手たちを補強するのかというところにかかっていまして、昨年はほとんど補強しなかったんですが、今オフはおそらくプレーオフ争いをできるだけのチームを作るために補強に動いてくるんじゃないのかなと考えています。ということはですよ、プレーオフに行けるだけのチームを作るんだとなれば、もしかしたらマリナーズ今オフチームにインパクトを与えるような大型補強に動く可能性ももしかしたら期待できるんじゃないかと思うわけですよ。そしてそれを可能にするだけの金銭面の余裕も一応マリナーズにはあるんですね。2018年のオフにチームの解体に着手してから、大型契約や長期契約を少しずつ減らしていきまして、今季の時点でもかなり少なくなったんですが、来シーズンはここからさらにストレンジゴードンの契約が切れる予定となっていまして、まあ来シーズンはオプションなんで残そうと思えば残せるんですが、まあ、移籍してからのストレンジゴードンの活躍を考えますと、マリナーズはオプションを破棄する可能性が非常に高いと見られていますので、そうなると今季ストレンジゴードンがもらっていた1380万ドルという年俸がペイロールから浮くわけですね。ということで来シーズン支払いが保証されている年俸の総額はたったの4550万ドルしかないので、ここに年俸調停の資格を持った選手たちの年俸を追加したり、また最低年俸の選手たちの年俸をプラスしても大した金額にはなりませんので、ペイロールの観点からもマリナーズは大型補強をしようと思えばできるような状態にはあるんですね。となると今季 FA となる大物選手、あんな選手やこんな選手が獲得できるんじゃないかと期待してしまうわけですね。例えばプレーオフ争いをするチームであれば、通常絶対的なエースが一人はいますので、今オフの FA 市場で一番の先発投手といえば、今季のサイヤング賞筆頭候補にも上がっているレッズのトレバー・バウアーがいますよね。特にマリナーズは来年も6人での先発ローテーションを予定しているようですので、バウアーを加えることができればローテーションも非常に強力になると思いますので、やっぱり来てほしいなと思いますし、また野手で言えばセカンドのレギュラーがまだはっきりと決まっているわけではありませんので、今年の首位打者にも輝いたヤンキースの DJ ラメイヒューなんか取れれば、打線の厚みは間違いなく増すでしょうね。他にも外野、特にライトのレギュラーが1年間固定することができませんでしたので、そうなれば例えばアストロズのマイケル・ブラントリーなんかもマリナーズにとってはいいオプションになってくるんじゃないのかなと思いますね。もうファンとしては様々なことを妄想してしまいますし、この選手がマリナーズに来たらどうなるかなと非常にワクワクするところではあるんですが、ただ肝心のディポと GM はコンオフ FA の目玉選手にはどうもあまり興味を持っていないようなんですね。まあ、少なくとも獲得にはあまり乗り気ではないようなんですね。というのもディポと GM は先ほどと同じ会見でコンオフの補強ポイントについても話していまして、でその中で語ったのは、個人的にオフシーズンの焦点はブルペン、現状のグループを安定させ試合終盤にある程度計算できるような選手を 3,4 人加えたいという発言をしていたんですね。なのでディポと GM にとってコンオフの焦点となってくるのはブルペン。大型補強自体は否定はしていないんですが、ただ焦点をブルペンと答えていることからも、あまり目玉 FA の獲得というのは期待できないのかもしれませんね。まあ、もちろん会見で全てを話すわけではないとは思うんですが、そういった選手を狙うのであればインパクトを与えるプレイヤーを獲得したいとか、そういったことを言ってもおかしくはないところだと思うので、ここであえて焦点はブルペンと語ったことからも、あまり目玉の FA 選手の獲得には乗り気じゃないのかなと思いましたね。GM がオフの焦点に挙げるぐらいにブルペンの状態はかなりまずいというのは確かに事実ではあるんですね。今季のマリナーズのブルペン防御率は 5.92 で、こちらは MLB ワースト3位の成績。そしてファングラフスが算出しているウィンズアボブリプレイスメントはマイナス 1.5 で、こちらは MLB ワーストの成績となっているんですね。なのでマリナーズのブルペンは現状 MLB の中でもワーストクラスのブルペンといっても過言ではないような布陣となっているんですね。実際まだ MLB でのプレー経験が浅い選手、この表の中で言えばヨハン・ラミレスやアンソニー・ミセビッチ、ジョイ・ガーバーは今年デビューしたばかりの選手たちですし、また FA で連れてきた数少ない選手たち
ち、カール・エドワーズ・ジュニアは故障してしまいましたし、また平野選手も開幕コロナの影響で出遅れてしまったということもありまして、どうしても質と量の両方の面において、今季のマリナーズのブルペン足りないものが多かった印象がありますね。実際ブルペンが試合終盤リードを守ることができず、負けてしまうという展開も結構見ましたし、もし来年プレイオフ争いをするのであれば、試合の終盤でも計算できる選手たちが、最低でもあと数人必要なのは事実ではあります。となるとマリナーズが狙っていくのはトレバー・バウアーなどではなくてリリーフの FA となってくると思うんですが、試合終盤に計算できる選手、まあ、特にクローザーもできる選手となってきますと、アスレチックスのリアム・ヘンドリクスやホワイトソックスのアレックス・コロメ、それからパドレスのカービー・エイツやブレイブスのシェーン・グリーンなんかがいますね。ただコンフ・ヘンドリクスがリリーフの中では一番の FA となってきますので、マリナーズがヘンドリクスに手を出してくるかはちょっと微妙なところですね。ここ2年間の活躍を考えますと年俸もかなり高くなってくるでしょうし、また人気もかなりあると思いますので、そういった要素も考えるとなかなか難しいかなと。またコロメについても今シーズンは防御率0点台と非常に安定していましたし、こちらについてもそれなりの金額を用意しないと獲得は難しいのかなと思いますね。どちらかといえばマリナーズとして狙い目なのはカービー・エイツの方ですかね。今シーズン怪我をしてしまってほとんど投げることはできなかったんですが、18年19年とパドレスのクローザーとして圧倒的な成績を残していましたし、怪我からの回復というところにかける必要はありますが、クローザーとしての活躍は十分期待できる選手なのかなと思いますね。またクローザー以外では MLB でのプレー経験も豊富で、ある程度勝ち試合も計算できる選手たちとなれば、このあたりの選手たちが候補になってくるかもしれませんね。ツインズのトレバー・メイは防御率は3点台後半ですが、今季の奪三振率は14を超えていますし、またフォアボールも決して多くはないので、結構狙い目の選手なのかなと思いましたね。2年連続地区優勝を果たしたツインズでかなり信頼されていた存在ですし、おそらく年俸も500万ドル前後となると見込まれていますので、マリナーズに獲得のチャンスがあればぜひ獲得してほしいなと思う選手の一人ですね。ジェイク・マギーについてはロッキーズであまり活躍ができず、今季リリースされてドジャースへ移籍したんですが、ドジャースで見事に復活を果たしまして、今シーズン素晴らしい成績を残しましたし、まあ、ドジャースだからこそ活躍できたという可能性もあるんですが、現状信頼できる左のリリーフのオプションがミセビッチしかいないマリナーズにとっては獲得を検討してもいい選手の一人なのかなと思いましたね。あとはベテランの存在を一人ということであれば、タイラー・クリッパードも候補に上がってくるかなと思いますね。こちらもメイと同様にツインズで好成績を今季収めましたし、まだまだブルペンの貴重な一角としてやっていくだけの力はあると思いますので、でおそらく年俸もそこまで高くはならないでしょうから、獲得を検討してもいい選手かもしれませんね。ここに挙げた選手たち以外でも獲得の可能性は十分あると思いますが、マリナーズとして狙っていくのはある程度 MLB の経験がある選手たちなのかなと考えています。ということでコンフの補強の中心はおそらくリリーフとなると考えているんですが、でも冒頭ペイロールにめちゃくちゃ余裕があるという話しましたよね。じゃあマリナーズはその余裕のあるペイロールをいつ埋めていくのかという話になるんですが、おそらく来年のオフなんですね。来年のオフというのはフランシスコ・リンドアを筆頭に、ファビア・バイエズやトレバー・ストーリーなどショートのスター選手が一気に FA となるんですね。マリナーズのショートの現状のレギュラーは JP クロフォードなわけですが、クロフォードは守備面は悪くないんですが、打撃がやっぱりちょっと物足りない、少なくともプレーオフ争いするチームにおいてのショートのレギュラーとしてはやはり物足りないと言わざるを得ないぐらいの選手なんですね。でかといってプロスペクトでショートの選手はまだまだ上がってきそうにないので、やはりこのタイミングで FA でショートのスター選手を獲得するしかないのかなと個人的には思っていますね。来シーズンは来シーズンでプレーオフ争いするだけのチームを作り上げると思いますが、本気でマリナーズが勝負をかけに行くのは来年のオフで、このタイミングでショートのスター選手を一人獲得して、そこからがマリナーズの本当の意味での勝負期が始まるのかなと思っています。来年プレーオフ枠に滑り込んで、再来年からはチャンピオンを目指すような戦いになってくるのかなと思っています。こういったところがマリナーズが現状を今後のプランとして考えているところだと思いますが、まずは来年リポと GM が言った通り、プレイオフに進出できるかというところが一つ焦点となってきそうですね。ファンとしてはもう19年間もプレイオフ進出を待っているわけですから、そろそろプレイオフに出る姿をぜひ見せてほしいなと思いますね。今シーズンはプレイオフの枠が拡大されて、でおそらく来年も例年と比べて拡大される見込みと報道が出ていましたので、今シーズンの段階でプレイオフ争いができていたマリナーズであれば、ちゃんとした補強をすれば来年十分チャンスはあるのかなと考えています。来年はおそらくジェレッド・ケレニックやローガン・ギルバートなどトッププロスペクトたちも昇格してくると思いますので、そういった選手たちの昇格も非常に楽しみですし、来年のマリナーズがどんな戦いを見せてくれるのか今から非常に楽しみですね。そのためにはコンオフの補強も非常に大事になってくると思いますので、ディボと GM がどんな一手を打ってくるか注目して見ていきたいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。